はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。あ、今日は12月の18日火曜日。時刻の方は11時34分です。ぴょぴょー。はい、えー。今回はね、あの、ペイペイの問題、そしてソフトバンク回線のね、この間のサーバーの、要はダウン、まあ、それに関するね、えー、情報をいただきましたので、 ちょっとこちらの方をね紹介したいと思います視聴者投稿になりますはい、えー、っとジムジムさんね投稿ありがとうございます PayPay のサーバーがアクセス集中でダウンしたのも普通の利用者が多かったからではなくコンピューターによるセキュリティコード検索で秒何万というアクセスがあったからと考えると合点が いきます100億早期終了も達成したのではなく内部で問題が分かったので急遽取りやめたということでは「いずれにせよソフトバンクは世界何十億のカードユーザーを敵に回しました」ペ「PayPay ペ事業の継続は無理では」ということでねいやーちょっとねこれね鳥肌立っちゃうよねそうだね。 すべてが丸く収まるこれね丸く収まるねこれね今までの謎がすべて丸く収まるでいろんな真相がねあの分かんなかったことがあのこれでね丸く収まる、ね、まあ確かにソフトバンクの回線がああのまあ、ダウンしたね でそれもね、あの普通の PayPay ペペの両者がそんなにいっぱいいるのかねって言うけど、まあ、そんなのも想定範囲だよね、ただ必要以上にあのセキュリティコード、コンピューターね、じゃ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 、ね、あの要はセキュリティコード、カード番号が売買されてた、ね、それで、そのセキュリティコードがあの1カード当たり1000アタックすれば、000から999までね、あのどっかで引っかかるわけだよね、必ずね、1000回やれば、そのカードが使えるわけなんだよ。 それをやっぱりコンピューター上でね、あの、1秒間にね、ものすごいもの、ドワーッとやっぱみあの悪い練習がやれば、それは確かにダウンするよね。で、その後にだんだん調べてって、なんでそんなことかっていうと、要はわかるわけだよね。で、その後すぐだよね、あの、キャンペーン終わったのがね。で、結局、 まあ100億達成して終わったのか途中でそういうことがね分かったのでやめたにしても結局特攻したのは誰だろうキャンペーンで。でしょそう悪い子でやった詐欺集団が何十万っていうねクレジットを不正利用でダーンと買い物をしてでそれが10回に1回あの無料になってんだねバーンっつってね。 あのクレジットカードの不正を利用をねあの許しただけでなく所有連中に要はあの資金をまたばらまいたってことになるよね結果的にそういうことでしょねいやこのねペーペ y はダメだよね本当危ないと思わないねこれどこが どこが関連してるの <laughs> どこが関連してるのここね大丈夫ね <laughs> これ間違いがなければおじいあのもし間違ってたらごめんねあのソフトバンクとヤフーが提携してるてきあっちゃならないところが手組んでこんなものをあの許してるんだけどこれ恋があったのかなかったのかね ここもちょっと疑問だよね。で、ソフトバンクに限っては、いつだっけ ?19 日に上場ね。あんだけ国民を陥れておいて、ね。サーバーダウンで日本中をパニックに陥れて、ね。いろんなものを影響を与えて損失をものすごい与えてよね。100億のこの詐欺じゃないよね。本当日本中がパニックになったよ。で、かたや PayPay では、 こんなことしてるわけでしょねそんな企業が上場企業でいいのねこれ大丈夫日本大丈夫そんなもの,をあの許可していいの大丈夫なのねいや、おじはふざけるなって言いたいけどね。笑わせんじゃねえよって。いや、あの、国民だけじゃなくて、世界中がこれ怒るでしょう。 違う今さ、まあまどうせこういう情報を見てるのはねあの国内の人がオンリーほとんどだと思うけどもみんなもう不信感しかないでしししかかななないいいでででょょ危ねあのソフトバンクのあのサーバー落ちの事件があってねあのすべては他交換作業したねあれが悪いんだとかね あの何かのせいにして丸く収めようとしてるけどもいやその原因がもしこれ PayPay ペペだとしたらまた話が変わってくるよね。でこんなものさあのいろんな電子マネー的に送金できたりとかいろんなものできるために、ね、番号固定だとかこういうくだらないことやってて要はあの抜けれるに抜けれない状態になってるわけだしちょっとおかしな問題になってるんでしょ。 こんなに次から次と問題を起こしといてねでやれショフトバンク上場企業なの大丈夫これ国民の皆さんこれ手放しで万歳できる話なの世界中からあの万歳できる話したのかな大丈夫だなだがこれってどうもお家的には笑わせんじゃねえよって感じなんだねふざけんじゃないよっつってね 次から次とこんな問題いっぱい出してきてねでクレジットカードの不正利用で、ね、どれだけの人がものすごいあの、まあ、何万円の人もいるけども何十万円使われた人もいるわけでしょねすごいよねでその悪いその不正の、ね、何十万円使ったって本来は3万円以上はあの本人確認を義務付けてるのにそれを実施してる店舗がね あのなかったっていうね、まあ、全くないわけじゃないかもしれないけどもであったとしても意味がない意味がない本人確認、ね、だったわけでしょで結局最終的にはあのこういう不正利用でねガバ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 あの何十万円っていう商品がね奪われた上にねあの10回に1回の割合でね所有何十万もね「はいおめでとうございますただでーす!」って感じでね であの盛り上がったわけでしょね日本ってなんて平和な国なのこれでいいの本当もうちょっとね考えないと日本の将来おじいがただでさえこんなくらいね話題いっぱいのもうどす黒い日本なんだけどこんなことを続くよで保証される人保証されない人出てくるわけでしょ で何でもそうなんだよ新しいものを、あのーまあ、できていくためにはいろんな犠牲な人が、まあ、出てくるかもしれないんだけども、ね、犠牲の上に成り立っていくと思うんだけどじゃあその犠牲になった人の救済措置はどこまでできるのってことだよね。ペイペイの、あのー、要はセキュリティ、ね、ジャルナーセキュリティによって 要はアクセスが集中してソフトバンクのサーバーがダウンしたって考えると全ての話がまーるく収まるよね。PayPay ペペにしてもあのサーバーにしてもどっちにしてもソフトバンク絡んでる話なんだからね。 お金だって妙なばらめ方してるわけだしまあ今回このねあのジムジムさんの投稿によると本当に100億いったのかなっていうねそういう情報のもと情報を漏らした人がいるにしてもその情報自体が果たして真実だったのかどうなのかそこもちょっと怪しいよね普通に考えてみるとこれねもう一回冷静に見てみると 本当そのま PayPay ま、ね、ペペのサーバーがアクセス集中でダウンしたのも普通の利用者が多かったからではなくコンピューターによるセキュリティコードを、ねえー、探索で秒何万というアクセスがあったからと考えると合点がい当だ,よ、ね、だってよっぽどのことがなければそんなダウンすることがないしあとあの通常はまあ予,備予備があるわけだからね。 通常はあのー、その予備までダウンするってことはないっていうからよっぽどのものが、あのー、集中したってことになるわけでしょこれはね、あのー、普通にこれで考えた方が全てが、あのー、丸く納得できるんだよねこれは。うん 本当100初期終了も達成したのではなく内部で問題が分かったので急遽取りやめたということでは、まあ、いずれにしろショートバンクは世界何十億のカードユーザーを敵に回しました PayPay ペペ事業の結、ね、続、えー、無理ではということでねいや本当に、ね、投稿ありがとうございます、ねでこ,のね、この大社さんの、ね、投稿もねこれもそ PayPay、ね、ペペをやってないから関係ないと思ったら違うんだしね、違うんだよ ここれからカードの引き落ととしし情報を注意しててますねってことでねっそうなんだよ。だから自分の持ってるカードが要は情報屋に売られたかもしれないどこから流出したかは分からないけども流出してる可能性もあるわけなんだよ流出した流出してないっていうのがねみんな分からないんだから自分のカードが流出してるかどうかなんてどこから漏れてるか分からないんだからそんなものが売バ買イバイされてるわけなんだから。 ね、だって今回の被害に遭った人だって自分のカードが流出してるなんて分かってたらカード止めるでしょ分からないんだから気がつかないんだからであのペ a ペの売り上げとかでも乗ってこないわけなんだから結局別の,と別のもので関連付けて疲れちゃうわけなんだからねだから迷彩が来て初めて気がつく話なんだから、ね、いやーシャーバーダウンのパニックというねこのあのペ p ペのパニックというね これだけ要は恐怖に陥れたショートバンクが、ね、上場企業になるよ株式こんなんでいいの、ね、こういう問題をしっかりしてからじゃないと上場企業って言えるの上場って何信頼でしょね信頼のある会社が上場企業になるじゃないの だ信頼がなくなったら、ね、株式やったって、ね、大暴力したりとか、ね、あのパニックになるだけだし、ね、だどんどん,どん,どん、あのー、落ちていくわけでしょ。今この現状でソフトバンク上場していいのできるのさせるの国民がこれで納得するのカード所有者は、ね、激怒してると思うけど。 いや、カードを持ってない皆さんも、ね、日本国民として、これ許せる問題これはね、こういう問題こそね、スピーディーな国の動きが一緒になってくると思うよ。うん、あのつ,まつまらないね、あのほんの数秒でね、うん、そんなの関係ねえなんてね、なんとか大臣が出てきてね、うん、これ問題に関してはね、うん ねえ会議をしないとかねまた検討するとかねまたのんびりとしたこと言ってる場合じゃないよ、ね、日本が危ないんだよ今今まさに考える時期に来てるんだと思うよ、ね、あれがダメこれがダメとかねのんびりした情報いっぱい出てるけどもねカードの不正利用がどうのこうのって情報がバーってね、まあ、ここ数日でバーっていっぱい出てくるあ怖いねそうだったんだとかねのんびりして笑ってる場合じゃないよシャバーダウンしても何にしても。 その前にソフトバンクの株式上場これでいいのか上場企業って何だろうそこのところを考えた場合これでいいのかそこがまずは問題じゃないのか、ね、日本として誇りが持てるのかそこの信頼問題まずは国民一人一人がそこを考えるべきじゃないかなと思うよ、ね、そしてこの民意がねしかるべきところに 伝わるかどうかだと思うよ。まあ、おじいが一人ね、勝手にこう思ってるだけかもしれないけれども、ね。おじいだって今恐怖だよ。カードどうなってんだろう。ね、ペイペイ登録しちゃったからね、怖いよ。ヤフージャパン ID だって連携しちゃったしヤフ、あの、使ってなかったヤフーカードだって紐付けしてるし、ね。怖いよ。そのだけで、皆さんも、 今一度考え直す時期ではないでしょうか。いろんなことについてね。これはいい勉強だと思うよ。人生の上で、ね。いろんな自己防衛を考えるいい機会だと思います。そしてソフトバンクの上場がこれでいいのか。それでもあなたはペッペーを誓い続けますか。いろんなこと、ね。ソフトバンク回線、安心できるのか。 いろんなことをね考える時期に来てるんじゃないかなとおじいは勝手に個人的にね思いました以上です最後まで見てくれてありがとうございました、ねまあ、ちょっとでもねあの暇つぶしに聞いたよって方がいたら、ね、グッドボタンを押してくれたら励みになります、ねまあ、このような情報をねあの重要なことはたまにご意見番でね取り上げていますチャンネル登録してくれたら 嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんなわけで、鬼でした。バイバイピュピュ他の動画も見てちょうだいバイバイ